ですよ、見られてますよ全部。ここで見られます。パラノイアが入るが、雷がミンティを落としました。リジェクトが小僧を運ぶがスパイクで見事に拾っていく。さあプラント間に合うか。 3-on-4 の状況。さあハレがプラント、これファブの得意な形ですよ。スタリトンヘブン下の情報は手に入れているシルフィ。ここはピーズが落としました。チョコレートがハーレーを落として 2v3。 ザッ、そのままチョコレート。最後は天才が勝ち取って、ここは解除成功となります。今のはもう完璧にフィスカーのファーストブラッド。さあバッキーミンティファーストロット、ね、さあリコンボルトを準備していくが、スモーク抜いていきました。ダブルキル、雷落とします。これもリジェクト進めないですよ、そして B 側はシルフィーが前目を詰めてるんですよね。そうですね、残りの4名は A サイトを固める動きになります。ファブゲーミング、これシルフィー落とされると少し危ないんじゃないか。どうでしょう、ダブルキル、さあパーフェクト。ファブゲーミング、いやー1人で3。さあプラント成功、フィスカのリアがありました。この上シルフィー、そしてフィスカーが落としていく。5対3、ただ返していきます。フィスカーここでも切る。 3-on-2、 いや怪獣行ってます、怪獣行きますね。残り1、フィスカーシェリフでヘッドショット、さらにヘブン、解除間に合うか。おおおお、ここで解除。フィーライトパックからプラントを狙うヘブン下、デップがカット、ミンティ落としました。ヘブンには3名集結している。チョコレートを抜いている。4対4の状況。より戦がオールドローンで情報を確実に取りに行きます。リジェクターメイン3、いやこれは分からない。さあファブとしても、あーデュラルセフト、いいタイミング。ここで情報が割れた。パラノイア構えている。スモーカーあと4秒なんですよね。さあリコンカット、フィスカーがインプレス、キロ取ります。メイン、ここでディスミス、引っ張ります。パラノイアどうだ、ラストハレ解除成功。フィスカー、フィスカーが強い。アルティメット上ショートまで来ているぞ。雷、フィスカーがカバーに入った。相手がエコなので無理をしない動きですね、チョコレートは。リジェクトはこのままどう動くか。ファブゲーミングはシルフィー B、 そして残りのメンバー全員で A を守ります。さあここでシフトの流れを読んだか。フィスカーハレをもう一度、キャリアダウン、これで寄った足音を出させてあえて詰めさせましたね。デップもカット、フィスカーが止まらないぞ。クラシック、そのまま刈り取っていく。最後はミンティ、ここでハンターズフューリー、天才がこの切り札を切りました。2名に当たっている。デップハレと削られました。 HP もないですよ2人。あと30秒、スパイクを設置。デップこの体力で粘れるかどうか。いやチョコレート、さらに緑線がここを切り上げるか。素晴らしい、お見事。リジェクトがここで取り返すことに成功しました。寄ってきます。5名での生存、リジェクトオペレーターで狙います。裏を警戒、これハブはオペレーターもあるので苦しいですね。今後は見えてなかったか。今見えてましたね。雷落としたディスミス、しかしハレが入ってくる。うわ落としている、しかし1名生存度だ。さあ裏警戒の2名が戻ってきます。ジャッジ、スパイカメラ、ダーツが刺さる。位置は特定されている。これは非常に苦しい格好。しっかり乗り線が取り切りました。スカイリジェクト、ここでプラント成功。いやこれ B メインもあるので、そうですね、難しいですね。ハブはショックボルト、ちょっと天才のショックボルトが事故を起こしました、ね、雷がミンティ落としていく。ダブルキル、うわさらに3つ目、強い、ふわっとキル。ここはデップがサイを取りましたか。いやしかし
そこの横にはシルフィーがいる。パラノイア、ノリ戦がシルフィーを抑えました。ただ雷、残りは1名、天才のみ。取り切りました、パーフェクト。いや完璧でしたね。リジェクトが、さあここから崩せるか、バックサイト、フィーズが、しかしここはキルトレード、ミンティバックサイト、ノリ戦落とした。ここは耐えますが2オン2、バイクを設置。さあハーレとデップ、ここで被弾が大きい。かすれば命取り、重要なファーストラウンド。どちらがリードを取るか、デップが戦闘中か、箱裏不意をついている、天才がダブルキル。いいクラウドバースでした。マーケット2、そしてディフェンダーサイド2、スパイクを設置。ノリ戦がリコンボルト、ブラストパックから姿が見えたか。そこでいこう、ミンティーハレ落とした。残り1名、ただ神山がチョコレート落としている、ダブルキル。いやここはマーケットから天才入りづらいですよ、ファブは。またフィスカーが忍び寄ります。ノリ戦ギリの隙間、ダブルキル、デップがシルフィーを落として、さあフィスカーがデップを返している。ただハレがカバーに入る。さあこの場合はリジェクト、お見事ラウンド獲得。フィーズがあえて映画を入れさせることによって、あのワイヤーでミンティを落とした後にノリ戦のショートからのリテイク、エンプレス発動。ここはミンティがハレを落としました。しかしここはキルトレード、裏をついているシルフィーです。雷、いやしかしカバーに入った。ゾーン2、さあペイントなんかいい形で飛んでくるが、ここでニューラルセフト、デッドオペレーター、壁抜き、かなりダメージをもらってしまった。さあショーストッパー、姿を捉えた。残り1名、残り1名、フィーズが体力満タンでワープする前に捉えた。いやフィーズのオーディンで壁抜き、かなりテルウィンドで左を避けて、そのまま天才が入ってきた、デッポートしました。これでマーケットを制圧。ただ後ろからハレが来ているぞ。さあ天才返している。チョコレートが雷を落として。これで4対2。バックサイドに乗り戦。フィーズが落としている。これで2オン2。フィスカーが乗り戦を落としました。シルフィーが最後、メンダース。ファンタズフィーリー。フィーズを落としました。そして雷がウーサーから入ってきました。がショートから飛び出した、雷粘る、天才がカバーに入りました。3on3、いやデップのこの位置、いやお見事、どこにいるか分かってるぜ。さあサイトには入れないか、あと30秒、 A でキャリアダウン、最後の1人、シルフィーが返す、ノリ戦1名での生存、体力は削れているが、ミンティがフロント、スパイクを設置、サクラチあるか、ワンオンツー、ここはシルフィー、今度は止められるかどうか。先ほどリアの内側だった、今度も出てきた、ダブルキルだ、デップ、このリアもかわしていった。さらにノリ戦、スリオンツー、残り一発、リロードのタイミングはどうだ、ホタンズ、フィーズがここも入っている、あと10秒切っていかないと、あそこに引っかかった瞬間ヘブンから抜きを食らってしまう。なおかつ一発でも撃ってしまうと、まあ、撃った位置に強力な弾幕の嵐がやってきますから、フィーズはあのオーディンという暴れ馬、ここでハンターズ有利だ、バイクを設置、リジェクトアルティメット状況相当いいですから、ええ、リジェクトはマッチポイントを仕掛けている状況、ショーストッパー、近距離落としていった、そして姿も確認できているペイントダウン、ハルトのクロス、バックサイト、そしてメイン、
最後の一人だ。さあ残っているのはシルフィー、打ち勝っていくか。デプカ会場を狙っている、待ち構えていました。さあステージの上にいるぞ、取り切れるか。デプカフィスカ、ミンティが雷を落としました。ゾンフォー、さあ小部屋に残っているぞ。チョコレート、デップがもう一度取ります。シルフィーがウィンドウの前、シーリンク、さあデップがエース、はい、デカカーボールを構えてるぞ。結果デップが打ち勝っていった。クラウドバーストで身を隠しますが、チョコレート天才と続く。ファブゲーミングがいい形です。ガレージ2、デップと雷、最後の一人、シルフィーが取った。デップがそのシルフィーを返していく。ただ見事ミンティが返します。これでラウンドを獲得。ファブゲーミング素早い動き、デップが前に出ているぞ。テールウィンドでさらにダブルキル重ねていく。チョコレートが体力少ないデップを落としました。さあプラント、ウェラニオフィーズメインヨダーカバーで抑えます。雷、いいホットハンズ飛び出ているが、天才が打ち勝っていった。まだ分かりません、肩が見えた。天才ダブルキル、追いつけるか。フィーズがショートから上がっている、残りシューフィーが打ち勝った。残りはノリ戦、ファブとしてはいい形。ここも天才がキルを運ぶ。ノリ戦落とせれば、おー、シルフィーがノリ戦落としましたね。これちょっと分からなくなります。まだ分からないですね。3対4という状況、しかしシルフィーの体力は少ない。人数差もありますし、フィスカーとしては多分キルを取りに行きたいとは思うんですけれども、ここはダークタワーの中に潜んでいるぞ。フィスカーが針を落とした。さらに雷、残りはフィズ、チョコレート、フィズ、ここは会場を鳴らしておびき寄せている。ハフ、うん、ここはチョコレートが打ち勝ちました。いやー、ここはダカバ晴れたところに乗り戦、そして晴れがライトバック、ミンティが雷を落としている状況、4対3の状況です。ノリ戦、そしてフィーズがキルを重ねている。いや、これまた素早いリテックきますよ。ミンティ深く飛び込んでいる。チョコレートがデップを落としました。さあプラントが難しい。あと30秒。さあここからまたリジップがやってくる。最後の一人だ。チーズがミンティ落とします。すれ違っているが、ハーレが収めた。設置させ張り込んでいきますが、ミンティがフィーズを落としている。ハーレがそのミンティを落として、チョコレートがハーレを返した。リジェクトは人数不利の状況です。さあ飛び込んだチョコレートがそのままプラント。バイクを設置、最後の一人だ。ここは天才、デップが落とします。ワンオンツー、さあ音も聞こえている。どこに飛んだか、メイン側ディフェンダーサイド気づけるか。デップがメインに上がります。横をついている。チョコレートがシュラードステップをうまく生かした。ここはアルティメットをそのまま前に行くか。フィスカーがデップを落とした。ファンタジーリー、しかしミンティが雷を落としていく。これ人数状況有利をさらに作り上げたファブゲーミング。ただ晴れが遅れてる。晴れが前目で守ってますね。ダブルキルいきそうだ、いった。カーボール構えていたがミンティ、ミッドの進行、カメラがやられた。ここで情報を獲得、クラウドバスト、テールインドで姿を消しました。チャージブス、この間に天才がプラント、うおー、ここを抜いた。ゾーン2チャンスあるか。ビズ、ここは天才が打ち勝った。さあタレットで情報確認、ウィンドウという情報あります。キャンセル、
この時点が単独で斉藤チャンスを作れるか。ここはシルフィー、ファブゲーミングがステージ裏の情報を掴めている。視界を塞ぐミティ落としました。ただハルが構えてキルトレード。フィスカミジクタ人数入りを作っている。スリオンツー、さあニューラルセンスを起動します。これでロングの情報を掴んだ。スパイク落ちてますね。サイトないですからね。人数差もあります。グレネード展開。残り1名。さあ残りは1名。シルフィーのみ。ロングに逃げ込んでいます。さあシルフィー、ここの小部屋前にはビーズ。グレネード配置。さあナノスワームを高く投げます。あと30秒。ステップに乗っている。そしてピーク取り返したのはリジェ。ヘブリンダーカバーから。あれシルフィーはオーブ取らないですね。なるほど、取ることができればロックダウンが上がりますか。はまってましたね。いやー、ここでトリプルキル3名落としました。そしてシルフィーデップ返しますが2対4の状況。ハブゲーミングと苦しい。ここでロックダウン起動となります。残り1名。しかし残りはミンティのみ。メインにここは足を置いていますが、残り1。さあワンワン。しかしノリ戦がヘブンから。ショックボルトいいダメージだ。ダメージは若干与えています。フィーズがミンティをカット。ここで離婚を破壊しました。フィーズがここも切る。彼も点差を落としています。シルフィーがフィーズを返して残りは1名。ここは取り切りました。最後はノリ戦木に入っていった。フィーズがカーサイドにいましたが点差を返している。4対4の状況ですがプラント成功でしょう。ノリ戦がチョコレートを落として4対3。後ろからフィスカダブルキル。状況は1点。武器も取ってますよこれ。敵残り1。残りはデップのみ。1人だ。位置も分かってますからねこれ。クラウドバースターからハーフアップ。いいダメージ。さらに追い抜き。ガチの会場どうだ。さあキルトレード。雷が仕事した。ダブルキル素晴らしい。雷がその仕事役割を。しかもニューラルセフト。いやこれは大きい。リジェクトが食らいつく。フォンツフィーズがこのミリビよ。さあスモークの中に入り込んでいるがキルトレード。ヘブンシャーデップ味がない。これでプラントです。スパイクを設置。チョコレートも体力が苦しい中でありますがどうだ。残り体力1。フィスカーがインプレス起動。ヘブンしたパラノイア。私のもの。さらに針を落とした。残り1名。残りはこのノリ戦のみ。さあこの反動で飛び込んでいたか。ここはどうだ。解除ガチでいってますね。そうですね。いや止めた。どうだ。いや間に合っている。シルフロックダウンでのリテイク狙いですか。さあノリ戦がプラント。カウントダウン開始。スパイクを設置。ここでカウントダウンを起動。チョコレートがパラノイア構えている。さあどうだ。ここはギリギリ高速。しかし小部屋には入りそうか。ここでハンターズフューリー。デップが裏取ってますからね。あれがミンティ落とします。最後の一人。水さんにデップ。デップがいいタイミング、いいポジション。デップがフロント。この打ち合いはあれ。しかしここはミンティが返します。3on3。さあ位置は割れている。ここは落としきりたい。
お見事、カバーが入ります。天才のカバー、2オン2、ロングに2名引いています。チョコレートハーフアップ、最後の1人天才がいいカバー。残り1人、どうだ、ここは解除成功。ここは打たない、打たない形になりますね。いや、今度はかなり強力なプラントもしてて、なおかつ5号生存なので、うん、せな、カメラリダブルキル持っていった。ただシルフィーがそれを返します。さあ3を過ぎの状況、ここでアルティメット、ハンター強い濃縮浮いておけているが、3発目天才がノリシオン捉えた。最後の1人だ。さらにもう1キロ重ねて、残りはガレージとハレー、シルフィーが取ります。これで12対10。切った後に、まあ、あそこの設置白く見えて、ね、いないなら残りはガレージだろうと、一点読みでのあの打ち合い、素晴らしいファブのディテイクでした。アラムボット展開、この追いついた状況からプラント、マイクを設置、カウントダウン開始。おしげさんおっしゃる通り、ここはロックダウン、シルフィーがアルティメットを起動していく、光っている。ただミンティがキルトレード、いやチョコレート、そしてファブが続けてキルを量産した。ロックダウンからのリテイク成功。さあガイディングライト、ここもフラッシュ自由に打つことができます。さあトレイルブレイザーも走っている。さあこのブレイザーは不発になったか、ミンティーがハリオカット、雷、ここは苦しいか、かなり格好撃破されてしまっているような状態ですね。残り、さあ残りは1名、ファブが優勢にことを進めます。最後は雷を落としてこれで解除成功。そうですね、 A サイト設置まで持っていかれたとはいえ、さすが天才がジャッジを構えている。完璧なタイミング、ダブルキル、荒野山入りました。見えないです。さらにガイディングライトを重ねていきます。雷がフィスカ落とします。さあチョコレートキルを重ねていきました。これで圧倒的人数状況有利、4対2、ファブの守りが固い。あと見てる、お見事。そしてアルティメット上がった。ただ浮いたところ天才、ここの B の守りが固いぞ。ただここは合流できました。チョコレート姿は捉えているが、 3-4-3 の状況です。雷ナイスキル、武器を取れます。中央取られてるんで、死なせない。さあここはアルティメット、リザレクションです。天才残り9発、怪獣いってますね。最後の一人だ、スリフティ。いやー、ここはスリフティ。いやー、今は点差が横をついている。ファーストロット、オペレーターを持って行こうとした。カバーできないね。プレス見えている、点差ダブルキル。さらに3つ目、ここをハレがさすがに返している。3対4の状況です。そしてこれフィスカーはゲートクラッシュ起きながらの動きか。これちょっと雷の動きは噛み合ってしまってますね。おそらくバレてないでしょう。シルフィーをカット、フィスカーも落としました。スパイクを設置。さあプラント成功、チョコレート今日ついている。雷落としました。まだチャンスあるか。ミンティがオペレーターなので、そうですね、ちょっと厳しそうですね。ここはハレ、足音を聞いている。残りはミンティ。さあうまく後ろをついているが、これは警戒されてもおかしくありません。時間もないですね。残り1、ワンワン。残り一発、いやー、仕留めてみせたミンティ。オペレーターでこの前返したが、ここは解除ギリギリ間に合うか。いや、間に合いました。デップここから降りて、あ、デップ抜けてますよ。これ抜けてますね。天才がキルを取っているか。シルフィー、さらにここで3枚落としている。リジェクター残り2名。
これリジェクト B を突破したいんですけれども、パラノイアタワースで B 側フラッシュが4枚あるんですよね、ちょっと簡単には突破させてくれないですよ。さあフェイクアウトも起動していましたが、フィスカーが雷を落とした。ドリセンがトレールブレザー2体目も撃破したいところ。ここは裏にもあります。ヒットしている。ここで飛び込んできた。パーフェクト。さあさあ、あの雷が落とされると、そうですね、今まで動きをしていた雷、さらにシルフィがノリセンを落としている。これはミンティーが、あれミンティーダブルキー、フィーズも落とした。出ますね。止まらないのかファブゲーミング。デップも落とした。パーフェクトが続く。見えたか、天才飛び込んでハーレー落とした。チャージ切れ、前に行く天才。クロス残り1、天才が止まらない。いやしかしこれどうだ、残り時間ないですよ。ボンボン、パラノイア刺さっている。お見事クラッチ。いや今味方のパラノイア天才食らって、うまく噛み合っていないか。エンプス起動中のハリ落とした。雷の位置も分かってますよ。人数状況有利はファブゲーミング。これ天才 C か上がってるのに使わない。いや今使いましたね。これでもう位置割れてしまうので、ええ、B に来てないというのが分かってしまいますよ。とにかくミンティ落とした。ここでシーカーがヒット。さあ食らっていくかは分からないですから。さあリスクの何とかパンツ成功。雷チョコレート落としました。本当にこのマップ雷が刺さりますね。さあアルティメットフロムとシャドウズ合流しましたね。シルフィー正直だ。ガーディアン、しかしこれはシルフィーが打ち合った。残り1名。さあダブルキルを重ねているが雷、ここでガイディングライト。雷タルク15。ガチか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 ガチだガチだ。ファブがラウンドさらに取りましたけれども、今回の2週間でかなり調整してきましたね。フライングサイド、ただ打ち勝っていった雷、まあ、やはり避けやすいフラッシュではありますからね。バンバンとからとのフラッシュ。さあノリセンも姿見えたか。天才がデップ、シルフィーがハレ、ここでフィーズが切り開いた。まだ終わりじゃないわ。さあリザレクションに入れると作ったが雷。いやー本当にいい仕事をします。バリアーからフィーズがプラント、スパイクを設置。さあバリアーブ投げたところ黄金見えてるため場所割れている。抜いた。しかしワンスリー、雷が後ろから突撃しに来ている。いい位置だ雷。逃げられないぞ。さあハンターズフューリー切ります。 B 側ですねこれは。その間ミンティ前目どうだ。いやここは打ち勝った。ハレ落とします。ただフィーズが返してヒルトレード4対4。フィスカーがデポを止めた。とんでもない場所見てますかね。ここはノリセンがシルフィーを落とします。3-on-3。さあここでチョコレート雷を落とします。ディメンショナルドリフト来てますよ。天才落としフィーズ A でキャリアダウン。残ってるのも入りきれていないノリセン。ここでバイパースピット、ガイディングライト。ただ前に行っているぞ。残り1名。ワンワンテリトリーに外にいた。クラッチ、ギグアップだ。この前線を切ります。ここはスモークの中か。ゲートグラッシュ起きましたね。フィーズ、フィーズが落としました。ミンティが雷落としている。4対4。プランター成功しています。さらにミンティがハーレー落として一人の入りを作っている。お見事、残りはノリ戦のみ。姿を取れた。ただミッドからシルフィー、ハブゲーミングがファーストラウンドで雷はミッドから合流する。さあミンティ打ち勝っていった。ノリ戦落とします。ドキシックスクリーンを壁にプラント。いやこれで 3-on-2。 あれが飛び込んできている。落としきれるか。残りは雷、ミッドから合流。武器拾ってますけどばらけてますねファブは。前に行く。さあ少しこれは照準乱れてしまったか。
そうですね、全員での A の攻め、逃げても無駄。さあここでアルティメットシーカーを起動します。さらにはギーサスない彼がピスカウトします。さらにミーティ天才が返しました。ただファブとしては苦しい状況、最後の1人だ。タワーを警戒しましたがぴったりフィーズ、リアダウン。彼がタワー一応もう、ね、リポンでバレましたね。位置を取ってスパイクを確保。先にはハレがいるぞ。さあフロントフェイントからパラノイも受けている。チャンスあるか。チョコレート、これはちょっとありますよ。チャンスありますね。ワンワンリロード。ここで上がったバイパースピット、しかしジャッジ雷、そのまま体力が少なくなっていくが、マインドゲーム。ジャッジこの距離チャンスに残っています。ハレがミンティ落とした。ここで動きます。残り30秒。天才がここでキル取りました。乗り線落とします。あ、これ一気に B 切り返しますか。やった、投げたタイミング。雷ここのタイマン1-1。フィーズがスティーフを落として A サイト。ここあと10秒。さあチョコレートを落とした。雷を天才が落としています。これ設置できてないですね。もう時間はない。さあここでリジェクトが再度ラウンド。銃口見えたかだとは思うんですけど、気づけていないですね。ここもデップファーブゲーミング。ここは3名で A サイト進行していきます。さあこれは右が1人で、右が1人で B サイト張ってますね。その動きに対してリジェクトは寄っている。そしてトキシックスクリーンもいいタイミングで発動。いい釣りですね。フィーズがミンティ落としました。ここでプラントは A というのがバレるでしょう。デップが早い段階に入ってきた。テルビンドでバックしていく。ここでバイパースピットも上がっていました。ファーブゲーミング11ラウンド止めるか。落ちていた乗り線をリザレクションで呼び戻しました。この戦場今のところファーブはかなり優位に展開してますよ。シーカーも発動していきます。アルティメットこの11ラウンドにかけます。これもう裏がないの分かってます。守りきれるか。デップ天才落とした。シルフィーがフィーズ落としました。残りは1名。チョコレートさあどうだ。スネークバイト、いやーこれはギリギリ落ちている。スネークバイトかき乱した。チョコレート時間をかけた。このアルティメットからクラッチ、毒の森が生まれた。しかしプラントまではいけない。壁抜きもあってなおかつリジェクトの位置も分かっていないので、スポーンからの射線考えるとちょっと苦しいですよね。おっとフィスカーがフィーズ落とした。均衡が崩れたか。フェンサイド飛び込んだところ雷ハンターズフィーリーもあるぞ。さあこれで2オン3。しかしこれはリグロースで体力の回復もありました。あと30秒。チョコレートプラント成功、やっとこぎつけました。人数差はありますけど HP がないですね。アビリティも少ないので、チャージ切れ。ポイント最後の1人だ。ミンティが乗り線を落としました。次はデップ天才が落とした。これで12ラ、あれ情報はゲットしている。チョコレートが雷を落としている。3 on 3ミンティがカットしている。当たってますよ。フィーズの HP2 です。ここはどうだ。チョコレートがプランター、デップはブレードストーム起動中。ここで勝利を許せるか。いやそのトキシックスクリーンを剥がした。デップラブキル残ってるのは天才。17秒です。時間はありません。姿が見えた。ワンオンワンプラント、デップが飛び込んで右クリック決め切りましたね。ここで抑えました。ここに来てしっかり手堅い。
さあ、おっしゃる通り雷、ただミンティにもいいダメージ与えている。残り体力は10。粘りましたね雷も。ここはもう人数差あるのでリジェクトとしては無理する必要もないですね。さあトクシックスクリーンで B 側に展開。もうここでリジェクトが抑えなければいけないのはもう中央だけなので、もう B 側設置するときに壁抜きできますし、 A 側はしっかりと人数揃ってからリテイクができるのでリジェクトの配置としては完璧な配置になりますね。ただミンティが捉えてたフィーズを落としている。さあただハレがエンプレス起動、キャンセル、チョコレート、これはプラント成功。すれ違っているがどうだハレ、3on 2キバタルク中ですが、ここは音を聞こえているがクラウドバスト、後ろを取ったミンティ、ソーツテルインドでハレは気づけているか、抜いた。ここでもハレ、今ミンティアはもうサイト内で解除音が。ここでシーカー、あー2人同じ位置にいるのはバレましたけど、あれいや、ただせに人数より作っているぞ。クラウドバースの中に身を潜めたフィーズがチョコレート、 A でキャリアダウン、残りはセルフィー、最後の1人だ。リジェクトが逆転の波をやめない。さあ決め打ち、シリフィはコグ奮闘になる。非常に苦しい状況です。スパイク確保、スパイクは確保したものの状況は絶望。マッチポイントからの1ラウンドが遠い。打ち勝っていった、ただここでまた体力を失っている。デップが堂々と待ち構えていた。かなり早く寄ってますね、バズは。このポイント、いやー天才が打ち勝った。ファーストブラッド、ここはやはりファブ取り切れるか。しかしフィーズが天才を落とします。さらにフィスカーがフィーズ、チョコレートが解除しているぞ。いやデップがいいって言いますね。いや解除、どうだデップ、ここでリジェクトがリードを取った。いやデリングとしては攻めあぐねていた、この状況下に陥ってしまった。ファブゲーミング、ここが正念場になります。いければいけないのでポジションも取りづらいですね。おおミンティ、そしてこれはリグロスで体力若干の回復ありますが、ハレ人数状況不利を背負っているのファブゲーミング。ただシルフィが打ち勝った 3-3 ノリセン抜きましたか。抜きましたね。 HP ないですよ。アップドラフトで上に上がれ、ポイズンクラウドの中に入っていった。天才1人減った、残り1名、残りはチョコレート、リジェクトが王手。やはりレップが